どうも島田修平です、えー、島田修平のお談段巡り毎回ですね、えー、幽霊の話、まあ、階談話を中心にね紹介させていただいているんですけども最近ねあの人怖というジャンルありますよねやっぱりね、まあ、幽霊も怖いんだけど 生きてるる人間が一番怖いい確かにゾッとすす話多いですよねなので今日はですね、まあ、非常にこう有名かもしれませんけども僕が今まで聞いた中でね、えー、非常にこう、えー、怖かった人に関する怖い話いくつか紹介していきたいと思いますいくつかありますんでねポンポンポンといきます。えー、まず一つ目がですね、えー、アイドルの DVD というお話なんですねこれねあのちょっと前に入りましたけどもねあの結構広まった話なんですけどもあのアイドルの方ってねイベントなんかやりますよね。その時に あのよくあるのが、まあ、おやつとかっていう差し入れあとはぬいぐるみで意外とね DVD もらうらしいんですね。DVD っていうのがいわゆるこうね売ってる映画とかの DVD とかじゃなくって一見何が入ってるか分かんない DVD なんですって。で見てみるとまあそのね女の子が出たところを編集して集めたねどうぞっていう DVD 嬉しいですよね。であとと、ね、意外と多いのが エッチな DVD それをこうね中にこう録,音録画さしといてそれをなんか相手に見せるまあ好きな人にねなんかそういうのを見せるっていう反応をね面白がるちょっとこう怖いまあ心理ですよねでまあある、まあ、アイドルの方がですねもうイベントの時にあるファンの方から DVD、まあ、もらったらしいんですね一見何かわからないでその日ですねあの仲間たかがこう集まって部屋でねこう部屋飲みしてたんですってでその時にふと思い出したんですね あそうだまた今日もらっちゃったんだよね DVD これうわこれ絶対エッチなやつだよ気持ち悪いねあでもさなんか面白そうだからさ見てみようよお酒も入ってるんでねみんなでこう再生してみたんですで見たらえー、何これ映ってんのがなんか部屋の中で中年男性がおたげえって言うんですか,なんかこう,うわーってこうなんか音に合わせてこうね踊り狂ってる、まあ、そういうのが入ってたんですって みんなもうゲラゲラ笑って「何これ気持ち悪いこれ何のアピールなんだよ!」笑ってたんですけども「もえっどうしたの?」て聞いたら「その子言うんです」って「この人踊ってんのうちのリビングなんだけど」でさらにねその DVD よく見てみると「オタ芸を踊っている男性の奥に」 ベッドに寝ている自分も写っていたということなんですね。留守中に侵入されて撮影されたというわけではなく、えー、本人が寝ている時に、えー、侵入され、撮影されていたという映像だったという。まあね。まあこういう話ってこうありますけどもね。で結構僕なんかもね。あのちょっとこう。怖い話ね。ずっとこう好きで集めてるんですけども。 10年20年ぐらい前かなちょっとこう出回った話でいくとある若手俳優の違和感っていう話もあるんですよねこれどういう話かっていうとねその、まあ、皆さんも経験ないですかねあの特に一人暮らしの方家帰ってきたら「あれなんか変な感じするな違和感あるな」みたいな何かっていうと「あれ今日カーテンって俺開けてったっけ?」 閉めてたと思ってたんだけどなあのあれ開けてったっけあれテレビの音量ってこんな大きかったっけとかあれなんか冷蔵庫の飲み物減ってないかみたいななんかねあのー、なんか変な違和感って皆さんありません誰かがいたのかなみたいなでその俳優さんもねなんか帰ってくるとあれなんかおかしいなみたいな違和感があるんですって なななんか誰かか誰ががいいるるよような気がすす考えてもわらないですよねだからしょうがないじゃあ考えてもわかんないから自分がね出かける時にそこを部屋全体が見通せるように隠しカメラ、ね、監視カメラをセットして出かけてみようで帰ってきて何も映ってなかったら安心するなーってことである日にですねまあ、その録画ボタンを押してで監視カメラでね部屋の中を映して、まあ、出かけたらしいんですね仕事行ったらしいんです。で ガチャただいまって帰ってくるんですねやっぱ違和感がするなんか変な感じがするあそうだビデオ見てみよう録画したしと思ったらね再生ボタン何気ない部屋が映ってるんですよねそうだよなやっぱ気のせいだったのかなって見続けてると急にガチャ玄関のドアが開くんですええー思ったら急に黒髪で 白いワンピースを着た女の人がずーっと部屋に入ってくるんですってはでパッて手元見たら包丁を持ってるんですってえ何何何何何もう、うん、意味が分からずにそのまま見続けているとその女がぐーっと部屋を一周した後後ろの方の押し入れに入っていくんですってえその直後今度は ガチャッまた玄関が開いて帰宅してきた自分が映ってそして録画ボタンを押したところでその映像が終わったんですって。ことは今自分の後ろの押し入れにうわーっとこう逃げ出したというお話まあねそういう話もあるんだなということですよね。 あと、ね、あのすごくこう親切な郵便配達員の方の話なんですけどもあの郵便配達のね、まあ、若い男性がですねあるこう集合住宅、まあ、マンション3階建てのマンションにこう着いたんですってであの集合住宅ってほら1階にね集合ポストあるんじゃないですかでこうポンポンポンと入れたら3013階の部屋にですねあれなんか貼り紙出してあるんですってポストに。読むと「私はおばあちゃんです」 足腰が弱くて下まで郵便物を取りに来るのが大変です。親切な方、ぜひ玄関のポストまで投函お願いしますって書いてあるんです。あおばあちゃん大変だな。まあ確かにね、こう下に行くの大変だもんな。あそうかそうか分かった分かったでまあその親切なね郵便配達員さん、エレベーターに行って三階のボタンを押して一階二階三階で三階は一階室ですから。 一番端なんですトコ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 って歩いて、えー、玄関にあるポストにこう投函して帰ろうかなと思ったら入り口にこれぐらい1メー,ターぐらい大きな段ボールがあるんですってんだこれ見たらね張り紙がしてあるんです私はおばあちゃんです足腰が弱くてこのゴミを下まで運べません」。 どなたか親切な方がいらっしゃいましたらこのゴミを下まで運んでください。ああそうか大変だよなこんな荷物おばあちゃん持っていけないもんな。よし持ってってあげようね代わりにねゴミみすまに持ってってあげようと思って段ボールを持とうと思ったらうっずっしり重いんです持ち上がらないうなんだこれ。でも中ね開けなきゃいかないんで必死にこうズル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 ってなんとかエレベーターまでよいしょ持ってきて。 で、3回、2回、1回って降りようとした瞬間に急にその段ボールが天井にドーン持ち上げられたんですええー、ドーンまた落ちた。何や何何や,何や意味がわからないんですよね。だよーく見たら中、鉄アレがぎっしり入ってたんですなんだこれ 実はこれね後日分かったんですけどもその鉄アレーのうちの一本にピアノ線がくくりつけてあってその先実はおばあちゃん一人暮らしじゃなかったんですね一緒に住んでいた寝たきりのおじいちゃんの首にその先がくくりつけてあったそうです、えー、親切な郵便配達の方知らないうちに、えーまあ、人殺しに 加担させられていたという。えー、まあ、ちょっとね。お話でございますけどもね。本当にこうね。なんかこういう、まあ、時々ね。この人間のこういう話ってこう出回りますよね。で、最後にね。あの向かいの部屋に住んでる。まあ女の子の話をしたいと思うんですけどもあれね。若い大学生の男の子がいたんです。って、男の子ね。でこの子ね。あの1人暮らしでアパートに住んでるで学校と。 と深夜までのバイト、もうこの毎日の繰り返しなんですよね。で退屈なんですね。大変なんですけども、一つだけね、楽しみがあったんです。何かというとね、自分が住んでるアパートの向かい側。二階の部屋にね。可愛らしいね。もう本当にこう清楚な可憐なね。女の子がね。まあ。十八九ぐらいの女性が、まあ一人暮らしをしている。でその子がね、夜なようなこうね。窓際に出てきてはね、ずっとこう星を眺めてるんです。って でそのの子を見るのが、ね、結構楽しみというか,、はい、なんかねいつもこうあんな綺麗な子が夜ねロマンチックにこう星を見上げていてなんか性格もね良さそうだしロマンチックでなんか素敵な人だなと思ってたんですよねこれも唯一の楽しみだったんですよ。でねそれをこう見ていくうちにねやっぱりこう徐々に徐々にその女性に対してねその大学生の男の子は恋心を抱いていったんですね。である日もう我慢できなくなってもうね告白をしに行こう。 見たらね今日も二回ね上をこう見上げてるアパートの一室一人暮らしの女の子上をこう見てるでバーっとね、えー、夜中だったんですけどもピンポン鳴らしちゃったんですよただねシーンって返事がないんですよいやいやいや今いたもんそんなイルス使ってダメだよもう気持ち盛り上がっちゃってる止まんないんですよねコンコンノックしたんですよでもシーン返事がないんですよでももう気持ち止まらないですよねコンコン ガチャあれ鍵かかっってないドア開けちゃったんですよもうね盛り上がってるんでガチャ開けた瞬間に「ずっと好きでした付き合ってください」告白しちゃったんですよねでもシーンとしてるんですえっ奥の方を見るとあれいるじゃん窓際にねその女の子のシルエットが見えるんです」ってもう一回言ったんです「好きです付き合ってください」シーン返事ないんですよ えまあ、いけないんですけどもね部屋にずずずとこう上がっていってその女の子を見てて初めて分かったんですね女の子星を見上げてたんじゃなくって,窓際で首をって死ん,でたんですってちょっとね今日はあの「ひ、ま、と、あ、こわ」という、ね、ことで、まあ、ちょっと幽霊ではないんですけどもちょっとこうねいろんな人にまつわる怖い話、まあね、知ってた方もいるかもしれませんけども紹介させていただきました。